広島カープ塾始めます。今日はですね、まあ、大瀬良投手がいいとか、はい、今シーズンね、実は菅野とか西勇輝とか、あ、まあ、ちょっと怪我明けできた小川もそうなんですけれども、ここ数年怪我で自分の投球が多分できなかったであろう投手たちが抜群にいいんです。右のベテラン、まあ、エース級って感じで、まあ、打たせて取る系の投手、そうですね、まあ、元々奪三振が多かった投手だけど、うん、まあ、ここ最近は、まあ、2桁奪三振届くか届かないかぐらいしか取れなくなった。そうですね、まあ、共通項みんなそうですよね。でみんな投げてるボールが、まあ、落ちるボールは持ってます。はい、でまあ要は昔で言う、まあ、シュート系なんですけど、まあこれがまあツーシームを投げます、はい、でスライダーって名前よりもカットボールが投げます。はい、みんな似てますね。投手たちがある意味復活してるん、おっしゃるとおりですね。ね、あの、まあ、防御率的に、まあ、得失点上で見ても、ほぼほぼ2点ぐらいしか取られてない。そうですね。おっしゃるとおりですね。で、なおかつ長いイニングなんですね。7、8まで投げてる、そうですね。ですね、彼らも。うん、そうですね。はい。これが大きい。ですよね。これは何が起こってるんですかね。まず、大阪ですけど。報道上大きく載ってないんですが、はい、より飛ばないボール、要は今まで、はい、まあ、反発係数は決まってたみたいなんですけれども、はい、飛ばないリスクのボールの数が増えたのかなと。飛ばないボールになってきたってことですか。なるほどね。だから今までは、まあ、係数上は下から上まであったんですけど、飛んだ方がいいから上に近かった。ああ、そうですね。が、はいはいはい。私は下に合わせてきたのかなと。生産、製造するときに、こう、じゃボールのこう、反発係数のばらつきがあって、幅があって、飛ばない方向のやつを積極的に選んでるってことですか。だから本物のホームラン打者以外のホームランがないんで。いやー、その通りですね。セパ本当減りましたね。はい。逆に言うと、そうですね、じゃあ飛ばないかって言ったら、いや、スタンド上段まで飛ばせる選手は全員飛ばしてるんで。なるほどね。多分、そこの違いが、今、多分今、彼らの私が言った名前の人たちが、全部、フェンス前アウトなんですよね。なるほど。もしくは、アウトの大部分が、実は彼らの特徴って内野ゴロだったはずなんですが、まあ、当然5月17日なんかも言えるんです。大瀬良なんかにも。全員、トップフライアウトが多くなったんです。多くなりましたね。はい、本当ですね。それ言いますね。特に彼らに関しては、もうほぼほぼトップフライアウト。ああ、彼らというのは菅野投手と大瀬良投手とか。菅野、西勇輝、大瀬良。はい、まあ、そうですね。栗とかもそうなんですけれども。その、なんていうかな、ゴロアウトを取ってた投手のポップフライアウトの比率が増えたんですね。確かにそうですね。大瀬良投手は本当そう感じますね。確かにそうですね。でも、低めに放ってないわけじゃないわけで。ポップフライ打たせる高さでもないんですね。なるほどね。これ大きな変化ですね。はい、これが大きいんだと思うんですよ。で、これ、多分ね、栗が、まあ、打線の援護がなんさて、栗が投げてる試合、5試合0点ですから、栗に勝敗がつくわけはないんですよ。0点しかない。そうですね。0点なんだから。そうですね。ところが、実は私、
クリンをちゃんと見なきゃいけないのは、実はゴロアウトが少ない。なるほど。ゴロアウトが少なくて、ね、要はランナー二塁で、ポテンヒットで失点するから負けてるんです。ポテンヒットで負けるってパターン、なんか多い感じしますね。クリ同士ね。だから結局、その、なんていうかな、飛ばないはずなんだけれど、ゴロにならない打球も多いんですよ。なるほどね。そうですね。そこに九里が来る、まあ、結果が出ないことで苦しんでるだけで、うん、抑えてんだから、うん、割り切っちゃえ、割り切らせなきゃいけないんですね、ベンチが。そうですね。はい。そうですね。はい。実質的には抑えてんだと。それと、やっぱり、星の周りかなんかわからないんですが、うん、まあ当然中、まあカープ、まあ甲子園等々、まあ外の試合が多いのがセリーグなんですけれども、はい、結局大瀬良が、まあエース格が投げる金曜日に収まっちゃったんです。そうですね。まあその前に半投手の日が雨が多すぎですね。まあ8、あ、ごめんなさい。ハッチ投手ですね。ハッチ、アドゥア、クリー。はい。雨が多いですよ、ね。要は、まあ、中5日でクリが使える等々、まあ、クリに勝ち星つかないから、はい、まあ、前倒しで勝ってほしい等々で、うん、まあ、アドゥアの金曜日とか、いろんな形を取るんですよ。取ってるんですけど、結局、雨天中止っていう内容上、結局、感覚上、大瀬良が結局金曜日に戻っちゃったんです。そうですね。こういつの間にか金曜日だったんでしたね。で、ここって、一歩間違えれば、本当は床田、森下だっていいんですよ。そうですね。はい、森下の豆のが潰れた面も含めても、金曜日森下のケースもあるところが、やっぱり試合に、と感覚と相手ピッチャーの計算上で言うと結局大瀬良金曜日になっちゃう。そうですね。その通りですね。はい。だから新井監督の投資企業はまあなんていうかなオーソドックスだから、うん、そんなに何か言うことはないんですけど、私の感覚で言うとオーソドックスなことをしてたら。で開幕から一月経ったら、一月半、まあ一月ぐらい経ったら、うん、結局大瀬良金曜日っていう。確かに。そうですね。それは結果そうなっちゃってますね、今ね。結局開幕投手クリが金曜日放れないんだと。だって金曜日、ね、ほとんどクリも投げれなくなっちゃい。そうですよね。そうですよね。本当で言えばクリが、毎回金曜日放ってほしいから開幕投手。そうですね。はい。にしたはずなのに。クリとしては勝てないし、金曜日の枠も取られてるか、譲ってしまったし、なんか熟知たる思いですね、これね。熟知たる思いだと思うんですよ。で、しかも、怒れないのは、雨天中止のせいなんで。そうですね。その通りです。もう一つは、試合日程上、まあ、当然、松山とか、まあ、バンテリン等々で、はい、その、もともとが2試合の試合も多いんですね、この4月、5月。あります。多いですね。はい、そのとおりですね。連戦多いんですよ。2連戦ですね。連戦、もともとが2試合な上に、はい、外の球場の3試合も雨で中止で2試合になっちゃってる。ああ、はい、そうですね。はい、ことで、だからカープの先発って、まあ当然は、まあその雨天中止は想定してない、まあ12、まあ12球団普通そうは想定しないので、はい、ローテーション6人で回すつもりでピッチャー揃えたんですし、カープは、まあ西武と同類ぐらい先発ローテーション枠はいるんですね。そうですね。はい。これが、あまダブついちゃった結果になった。なるほど。
がゆえに、はい、クリが結局中5日6日で、まあ感覚上雨天が降るし、はい、あと試合がないせいで、まあ、5日6日で放ってほしいっていうローテーションで言うと、クリが安定しないんですよ。なるほど、そうですね。土曜、日曜、金曜、下手したら木曜みたいな、そのクリの、要は、なんか、クリ自体の登板感覚は一定なんですよ。中5日6日だから。はい、そうですね。ところが、曜日で言うと不安定なんですよ。そう、それが先発なのにね。まあ、それがエースなんだっていう見方もありますけど、きついですね。きついと思うんですよ。その、まあ、曜日感覚で言うと、ずれてないのに。はい。あ、ずれてるのに、登板感覚上は、森下中10日とか、豆つぶれ出せとかね。雨天中止でハッチがもうどうでしょう3週間ぐらいそうです4回流れてますからね雨でね流れちゃってるとか、当然リリーフで言うと、スタンバイしてるけど黒原の出番がないとかでハッチ投手もスライドで3、4回後とかですね、5日後とはありますけどそんな先の雨なんて分からないですからね、とか3日後のスライドで雨とか、はい考えにくい、そうですよね、はい、おっしゃる通りですね多分もうこれ多分新井監督以下のベンチの2軍の判断は実戦経験がなさすぎるから2軍にしたってるだけしか考えられない、もうそうですね。もうそれしか言いようがないですよ、ね。もう登板してないですから、実戦投げてないんで。はい、そうです。もう実戦用2軍。そうですよね。だと思うんですよ。で、これ、クリもそこを食らってるんですよね。そうですね。はい、そうですね。だから、大瀬良の方が、実は、やっぱり運が巡ってるのは、右ひじの、まあ、なんとかな、クリーニング手術なんで、手術の部類に入れていいか、部類に入れていけないかがわからない手術なんですよ。うん。で、さらにそういったことがあったから、開幕して、まあ、オープン戦もそうですけど、かなり無理させなかったんですよね、大瀬良投手に。無理させてないんですよ。これがまたいい方向に、ね。クリも無理させてはないんですけれども。そうですよね。曜日が安定しないので、結果が出ないんですよね。そうですね。これ、今まで、その塾長にはクリ投手を、まあ、の目線でちょっと語ってみましたけど、大瀬良投手から見たら今年どう見ますか、ね、今の結果でしたんですけど。大瀬良は結局、逆に言うと、クリーニング手術ってことをしたから、ハマっちゃってるんですよ。はい、ああ、そういうことですか。あだって、一定的にこの日に投げるっていうような肘の状態ではないって分かってるから。そうですね。周りもね、配慮しますよね。交流戦明けに、中6日で、金曜日投げます。土曜日投げます。日曜日投げます。まあ、火曜、水曜、まあ、木曜は、ローテーション上で言うとね、まあ、木曜はイレギュラーなんで、入れない方がいいと思うんですけど、まあ、火、はい、水、金、土、日、まあ、日曜日もちょっとずれたにしても、まあ、火、水、はい、金土、ここが私の投げる場所でしょう。はい、ああ、そうですよね。そうなりますよね。まあ、気温が上がらない。はい、なかなか、こう、いろんな形で言うと、まあ、ちょっと日程も詰まってますよね。大型連休等々も含めて。まあそうですね。日程が詰まってる等々で言うと、多分自分は曜日上と、はい、登板間隔は、イレギュラーと思って大瀬良は入ってるシーズンなんですよね。
そうですね、その通りですね、はい、大阪の方です、はい、ところが九里の方は開幕投手に言われたので毎週金曜日投げることを前提に、入ったはずなんですね、シーズン。そうですね。ところが、自分がか、まあ、自分も、チームも、クリが投げてる試合は勝ってないというか、なんつって0点なんだから、5試合0点じゃ勝てるわけないんで、はい、勝てない。はいはい、そうですね。状態を含めて、クリにしてみると、毎週金曜日じゃなくなったっていうことのイレギュラーも加わってる。なるほどね。ああ、きついところですね。はい。私はわからないんですけど、はい、中5日6日って感覚の方が、やりやすいのか、はい、体としてはそうかもしれないんですが、精神的に、まあ、サラリーマンでよくあるように、はい、よくあるというか、普通で言うと、ルーチン上で言うと、もう、金曜日に投げますって方の方が楽なのか。ああ、なるほどね。要は、サラリーマンで言うと、月曜から、まあ、なんシフトと言われる、月曜から金曜日までは午前中勤務ですと。うん、で、土日は休みですと。はい、はい、はい。逆に言うと、次は月曜から土曜日は、まあ、夕方以降10時ぐらいみたいな仕事ですと。うん。で、土日休みですと。まあ、もしくは火曜日からは今度は日曜日までの仕事。要は完全にシフトみたいな、こういうローテーションですと。はい、ここで仕事してくださいっていう本の方が、ローテーションピッチャーは楽なんじゃない、そうなんでしょうね。楽じゃないんじゃないかな、曜日の方の方が。うん。中4とか5というよりも曜日とかそういった方がいいってことですか。特にクリなんかは、もう曜日に合わせる。だから中4、まあ、クリなんかは短く、要は登板間隔短くても投げれますってタイプじゃないですか。はい、そうですね。逆に言うとね。はい、違うんですよ、逆に言うと、私はクリは中10でも投げてるんですね。いい投球してるんですよ。違うんです、はい、私、大瀬良とクリの違いは、大瀬良は中5、まあ、6日7日なんだと。ああ、なるほど、ね。感覚が。あ、違う、クリは金曜日は中3日だろうが4日だろうが10日だろうが、曜日なんじゃないかなと。そうですね。それが2人の違いだと。まあ、これは能力といえば、むしろ性格とか習慣によるところですかね。習慣によるんじゃない。特に大瀬良はもう1年しか中継ぎやってないんですが、あ、そうでしたね。クリはですね、中継ぎ期間がかなり、しかもイレギュラー、要は、ロングリリーフ、セットアッパー、はいはい、もしくは、なんつうかな、6、7回の微妙な、要は完全な8回セットアッパー1回もないので、はい、今年言うと、増田投手なんか、ちょっと前までやってなかったですよね。決まってないリリーフしかやってないんですよね。はい、一方で、大瀬良投手の中継ぎ、まあ、1シーズンだけだったかもしれませんけども、勝利の方程式が入ってましたもんね。まあ、8回ですから。そうですよね。だから、クリの方が、実は、登板感覚ではなくて、曜日なんじゃないかな。はい、もう金曜日ですと、その代わり試合で流れようが、はい、なんか10日になっちゃって登板間隔が伸びようが、はい、この曜日ですと、はい、なんかさ、こんなで違うんですよ。クリの防御率、成績が悪いわけではないんで、
今の成績の新井監督の使い方が悪いっていうことを私は言いたいんじゃなくて、はい、この方が九里に勝ち運がつくんじゃないかと思ってる。はい、わかりました。塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。